はい、えー、それでは時間になりましたので、えー、始めていきたいと思いますえっ、ー、と、2019年度行政書士試験向けあと50日の過ごし方ですね、えー、担当はレクセンリン講師の横溝でお届けしますよろしくお願いします,しいしますはいえっ、ー、とまあ今日はね、えー、渋谷駅前本校にお越しの方は あものすごく言い方悪いですがクソ暑い中 <laughs> あのお越しいただきましてありがとうございます本当に、ね、なんだかなって感じの暑さが戻ってきてしまいましたけれどもあ,の、まあ、あと50日の過ごし方と。 おいうこういとなんで毎年、大体この時期にね、えー、やっているものであのー、基本的にはあ今回、レジュメもお配りしていますがあ注目論点といいますかあここがあ出ることを想定してあと残りの時間勉強しようねっていうようなあ論点の紹介をする講座だという,ふうに思ってください。 ですあと48ですか、本試験当日入れないと48日ということで、あのね、本当は一昨日やればぴったりだったんですけど。 あのおとといできなかかったたものでですから若干ずれてししままいましたで、えー、実際まああと48日って言ってますが一日平均そうですねまあ休みの日などの勉強時間とかを平均してならして直前期ですから大体一日4時間ぐらいの勉強時間っていうのがあ平均的にもしできると考えるんであればあ,あと192時間。 ですねあの48日というよりはあと192時間の過ごし方というそういうような話になるかと思いますそして、合わせて言えば最後の1週間のところはあ最終調整期間ということになりますので、えー、基本的に11月3日までで考えるとあと41日とどうにもこうにも中途半端な。 あの日数ばっかりで申し訳ないんだけれどあと41日ということになりますそこまでだったら大体164時間ぐらいですかそれをどういうような形で、えーね、過ごしていくのかなその時にどんな分野を勉強したらいいのかなってそんな話をねここからだいたい90分弱ぐらいですかお届けするということにしましょうかね。 でえー、レジュメですかこちらだねパワ、えーポイントの方の動画がありますあの例、まあ、によってですね毎年そうなんですけれど、えー、とこちらにね、えー、いろいろ直接前に写したものを、まあ、書き取っていただくなりなんなりしながらあ完成させていくっていうそういうような状態でレジュメが割と空欄になっているところが多いかなということなんですね。あの毎年必ず最初にやるのが こちらですか？あ、得点目標の確認と。 ういうようなところになりますかねまあ記述はこれはもう2006年からずっと30点っていうそういうようなところが一つの標準の点数だというふうに言い続けてます、えー、これはもう年によっては場合によっては20点台でも合格している方は結構いらっしゃったりはしますまあ、もちろん50点台とか昨年も60点満点の方いらっしゃったのでまあいろいろ幅はありますけれどまあ平均するとだいたい30点ぐらいかなそしてあとは ままあまあこんな感じですあの記述以外でだいたい160点ぐらいというのは今の試験の感じだとそのぐらいが標準値なのではないかと思います。まあ、合計したら点というのはまあそのままですねあの。記述のところにあまり頼らないというような得点戦略でやはり目指すは160点台。 まあもちろんこれより上だったらもっといいんだけど160点台の点数が取れているとだいぶあと楽なんじゃないか、はい、そのためには、はいえー、目標正解数というようなものも上げておきましたこの辺りもあんまり毎年変わらないです、えー、どんどんどんと出してしまいますがこんな感じです、あのーまあまあ、憲法が5分の3行政法は目標ですから16問。 かな19分の16というところですか民法5大ですまあ、この辺はちょっともしかしたらプラマイ1ぐらいずつずれるかもしれません民法は年によって難易度が少し変わりますし改正直前の年っていうのもありますからどっちに転ぶかっていうのはちょっと蓋を開けてみないとわからないです改正直前ですごい難しくなることもあるしすごい優しくなることもあるので何とも言えないんでまあ一応念のため5問一般知識は例年こんなもんだと思っていただくといいですあとはちょっとそこには直接は 書いていないてなんですけれど、まあ、実際ですね、えー、時間としてどのくらいあの勉強時間が想定できるのかなって話も合わせて、えー、しておきます。だい、まあ、あの11月3日までの164というねその数字で、えー、割り付けたイメージということでしかないけれどうーんそうですね。行政法法と民法にやはり、えー 45時間ぐらいずつの時間配分というのはま平均的にね考えたら一番こう理想的なんじゃないかなという民法と行政法が45ずつで憲法は30時間でしょで一,一般知識も30時間ぐらいというそういう割り付けになりますか残った時間で商法、会社法が大体そうすると14時間ぐらいというそういうような計算になりますね。そこをまた他のの科目に割り振るのか あそれとも他の科目が少し 余裕があるんで商法会社法の方に回すのかっていうのは、ちょっとこれは個人差が出てくるところかなという話なんですね。はい、まあイメージとしてはこんな感じ。あの正解数などはまだ公開模試がこれから残っているでしょ。だからあのすでにレクの場合は公開模試2回目まで終わってしまってますけれど、まあこれからまだファイナル模試とかありますし、えー、よその予備校さんの模擬試験もまだまだこれから本格的に始まってくると思うので、そこで一つ目標正解数 として、えー、こまあ実際この通りにならなくてもいいですからあただ一応の目標正解数はそこでそこに達するためにはあ今回の模擬試験で何が足りなかったかなっていうのを,をきちんと確認するっていうようなあそういったね、えー、検証をこれからあ10月にかけての模擬試験でやっといていただくといいだろうということなんですね。 さて、えーまあ、その辺りまでにしておきますが、そこからはでは、あ早速です、はいえーと、それぞれの分野の、まあ、ベスト3というので、これはもともと多分印刷されてるはず。 ですからら、えー、そちら2ページの下のスライドのあたりに上がってますか、まあ、個人情報保護分野ってなのこういう感じなんだろうなというのはあんまりここは今年の場合はそんなにサプライズはないような気がします。あのちょっと勉強の観点からどういうことに気をつけてやったらいいいかなっていう話なんですがあの個人情報保護法も行政機関個人情報保護法もこれは昨年まで含めて出ている問題の8割、いや9割は定義です。 9割は定義ですだからまずあのこれから勉強しようとかね、えー、個人情報保護法まだ全く手つけてなくてこれからやるんだみたいな人も多分いらっしゃると思うのだそういう人がまず最初にやるべきなのは定義ですあの用語の定義にどんなものがあるのかそれをあのこれ1位と2位の2つの法律ちゃんと比べるちゃんと比べる個人情報デーータベースなどが あ例えば個人情報保護法における個人情報データベースなどが行政機関個人情報保護法だったら何と呼ばれるんだろうかとかそういったところの両者の比較も含めてそれから匿名加工情報に該当する行政機関個人情報保護法上の同じような内容を指す定義って何だっただろうか。ね っていいうううようなととところ非識別加工情報というとかさそのあたりの話をしっかり、えー、両者横断的に比べるっていう定義をそれぞれの法律だけで見るのではなくてものすごく入門編で言うなら個人情報の定義は9割方両方の法律で一緒なんだけど一点だけ違うところがあるなんていうのは、まあ、これは1回勉強しているとね、うん、あのまあそうだよねって話になるようなところだったりはするんですけれど。 まあ、あの9割方同じだけれどただあの容易に識別できる容易に照合できるかどうかみたいな話のところに「容易に」って言葉がつくかつかないかで両方の法律でちょっと違いがあるとかあまあそういったところなどあのこれから勉強するに際してそれからすでに勉強したんであればあー改めてこの定義のところ両者比べるっていうのはとても大事です。それから 第2位の行政機関個人情報保護法のところに関してはこれはね、えー、行政機関個人情報保護法の勉強するなら必ず情報公開法と比べるというのはやはりとても重要だということになってきますね。ですからあの、行政機関個人情報保護法と情報公開法の比較そこもあの両者非常にかぶってきます行政文書って言われるもの。 情報公開法で公開の請求の対象になる行政文書の中に書かれている個人情報が、まあ、これが保有個人情報っていって行政機関個人情報保護法の保護の対象になっているものだなんていう言い方をはじめ すで、まあ、に勉強している方は、ね、今の話であそういえばそんなことやったなというのを思い出せるといいしこれからの方は、まあ、そのあたりちょっと意識して勉強しておこうということでですすねととにかく定義です定義義のところをしっかりやるそれから定義以外だと個人情報保護法だったら過去出ているものから考えてもそれから改正の大きさから考えても第三者提供なんでしょうね。第三者提提供供ののとこころは個人情報保護法これ外国への提供まで含めて それから、まあ、トレーサビリティって言ってあのどういうふうに提供されてったのかっていう追跡を可能にするなんていう制度トレーサビリティ制度っていうのが導入されてますので、まあ、そういったような第三者提供全般の話などはやっぱり重要になってくるのかなというところではあるかと思います、まああのその辺りね、ねまず重点的にやるならそこじゃないのって。 それから第3位のところに挙げているのが、まあ、情報公開個人情報保護審査会ですけどこれ、行政法の問題にもちょいちょい顔を出すものだったりはするので、あのー、ここはあ審査請求をするときの諮問先っていうような位置づけの組織だったりしますね、外部の有識者会議、あの行政不服審査会と似たようなあ組織だというふうに説明することができます。 というものなので、まあ、この辺りあの行政法の事例問題でも顔を出してますし、まあ、2002年ぐらいにはこの審査会設置法で丸々1問出てきたような年もあったりはするのでだいぶ昔の話ですけど、まあ、それを考えるとまたあこういったようなところに、えー、注目が集まって出されてもそんなに不思議ではないんだいろんな形で顔を出す可能性があるから1回ぐらい条文読んどいたらっていうインカメラ心理とかさ。 あのボーンインデックスなんて言われるような制度があったよねっていうような1回ぐらいはあぜひ あのテキストなどで、えー、目を通しておいていただくと良いのではないかということですねまああの一般知識発展ップ道場に来ていただければそれはそれで私としては非常に嬉しいということにはなるとあのちょいちょい番宣は挟みますがあそういうような話ではあるんですけれどまあご自分が勉強されているテキストでもいいから該当箇所ちゃんと確認しとこうというそういう話になるんでしょう。ははいいいそれかかからら次ですすここからは書いていただく感じになりますかねまねあ情報通信 のところ用語ベスト3ってそういう言い方に今回はあしちゃいましたが3つですね、えー、っとちょっとこう同率にみたいなものも入れながらというので、えー、第3位まで、えー、上げてみました、あのー、デジタル手続き法はやっぱりこれ今年の5月31日交付というような改正用の一括法だったりはするんですがまあねあのー、行政書士っていうような 書類を作って反抗するみたいなところがあ結構仕事の中で重要な位置を占める業務ということで考えればそれに対する時代の変化にきちっと対応するという意味ではこのデジタル手続き法要は行政手続きをほとんど全部もうオンラインでできるようにしていこうだ本来の狙いはもう印鑑とかなくそうというそういう発想でできた法律ですただあのまあ,あいろいろな <laughs> 議論もあってですね国会議員の方の中には あのハンコ業界のバックアップを受けている方もたくさんいらっしゃいますしあのご存じの方も多いと思いますがあ今回、えー、こういうような IT 担当の大臣になった方は。 あのんこ業界から大々的な支援を受けてそこのはん業界の議員連盟の会長をやっている方が IT 担当大臣になるというわけがわからない状態になってますのでちょっとその辺せめぎ合いがまだあるのかもしれませんただいずれにしてもデジタル手続き法ってこれはとても重要な内容になるのかな。あー ワンンスオンリーなんて言われるようなあ言葉であるとか、まあ、この辺りはあまたね改めて何かの講座で聞いていただければいいと思うけれどデジタルファーストなんていうような、まあ、最近何でもファーストってつけますけどあのデジタルファーストと言われるようなものやワンスオンリーって1回の手続きで全部が終わるあのとてもシンプルな話であれば転入届1回出したらそこにまつわる全ての手続きが全部終わってしまうとだから電気とかガスとかあその辺りの手続きまで全部バー と終わっていくような状態があまあコネクテッドワンストップって言ったりするんですけれど、まあ、あの民間の手続きも含めて1回役所に手続きをすればすべてが終わるっていう,ような、まあ、利便性を高めようというそういう発想なんでしょうねだからあのデジタル手続き法これはまあ行政手続きオンライン化法って法律を一部改正しています。 行政手続きオンライン化法ってね昔よく試験で出てたんです昔よく試験で出た行政手続きオンライン化法を改正するあとは住民基本台帳法とか公的個人認証法とかうんマイナンバー法とかの改正があ一括で行われてるものということになりますね細かい内容は施行されてないからどうかなと思うけどとにかくあの行政手続きをオンラインでデジタルファーストで進めていくっていうような発想 であ,るとかあとは、まああのですね、デジタル手続き法のところの内容としてマイナンバーカードの普及を。 これを進めていくんだというところでマイナンバーカードと連動させようとするとかあいくつかあのいろんな注目すべき法律とこうリンクしてくるところだったりはしますから、まあ、これからあなんか、ね、模擬試験なんかでも多分各社で出てくるんじゃないかなと思いますし、えー、それから一般知識の講座何らかの形でレックの講座を受けていると名前が出てきているものではないかと思いますのであの、まあ、そういったところで確認していただくといいでしょう。それれから、えー、第2のあたりはななんとなくこれは イメージつくかなあのキャッシュレス決済というのはやはり1、えー、つキーワードとしてはあこれからの社会で、えー、とても重要これから来年にかけて重要になってくるっていうものですねそれに合わせてフィンテックというのは去年も出してたんですけどあのファイナンスのところに関して、えー、テクノロジーを導入してというので。 まあ,あいろいろなこのキャッシュレス決済のところの様々な技術なんかにもつながってくる大事なワードだったりはしますこういうのも結構これから模擬試験だなんだで顔を見せることになるんじゃないのかなとそれから第三位のところこれはまあね 5G っていうのはもう最近 CM もやってますしあの第五世代の おー携帯電話などのそののそシステムのことを指します MVNO など楽天とかねいくつかすでに au とかドコモなんかの電波帯を使いながらその通信サービスだけ提供するような業者さんっていうのでこんな言葉がある、まあ、4K8K テレビなんていうのもこれからちょっと一個一個説明したら時間なくなっちゃうからあれだけれどまあ注目ワードとしてちょっと見といてくださいあと番外編うんご存知 HR テックって、えー、ヒューマンリソーステクノロジーというんだそうですが、まあ、会社にお勤めの方は結構ご存知かもしれません採用とか人事の評価なんかにいろいろな AI などのシステムを入れてっていうので、えーまあ、最適な人材を最適な場所にこう配置していったりとかあそれから採用する際に会社が欲しいような能力を持った人をきちっと 選ぶことができるようにこれからあの労働力が減っていって、えー、労働力人口が少なくなっていく中でより効率的に人材を配置していくっていうことが強く求められるというのであのヒューマン・リソース・テクノロジーこれ2019年の注目情報ワードナンバーワンっていうそういうようなものに選ばれてる言葉だったりはするんですだからまあ,あこの辺りは特に、えー、注目度が高いかなっていうそんな話ですね。他もも挙げ出出したらもうい、ね、いろいろ出てくるの <laughs> 出てくるからちょっとりがないって話にはなってしまいますけれどまああの一応 hr テックぐらいに留めとこうかなあの v チューバーとかねあの出たら面白いなってちょっと思ったんですけどなかなかどうなのかなってところではあるかもしれませんさてえどんどん行きましょうはい、政治分野のところですまああんまり今政治分野でねこう出てくるって感じではないけれどただやはり えー、この辺りはあ一応勉強するならちゃんとやっといたらいいんじゃないっていうのはありますねあの選挙は改正点はこれは金でも出てますのであの5億になった時は5億の話出てるしだからあのこの辺りの選挙の改正点これは例えば特定枠の話とかなんかもそうですけれどねあの参議院選挙のところの定数の お是正の話とか、まあ、その辺りなんかもお選挙の改正点という意味では注目するるべきものとといううことになるでしょうあとはあの女性の候補者をたくさん選挙に出したいというので、まあ、こんなあ法律名ね、まあ、まだ書き写してるかなあ終わったらでいいですけれどあこんな法律名を聞いたことはあるんじゃないかなっていうのを一つ挙げておきますからどっかに、えー、書いといて頂い,いたらいいのかなというものではあるんだけれど。 特に今年の5月の統一地方選挙なんか見てるとやはり男性だけじゃなく女性の候補者がたくさん出てきてで女性の当選者もたくさん出てきているということが見られますよね。ややはり女性の議員さんを増やしていいかかかかなななとこれからあのなかなか <coughs> あ男性ばかりの議員さんで構成するってことになるとこれからの社会の変化についていけないっていうのは事実あるんだろうとは思いますあの政治分野における男女共同参画推進法って法律があるの、ね、あの政治分野における男女共同参画推進法、まあ、男女共同で参画は参加の3に計画の核ですが男女共同参画推進法って法律があります。 ですのであのそのあたりの政治分野における男女共同参画推進法なんていうのはまあ,あ一つトピックスとして出てきても良いものではないかな最近の選挙の変化を表す一つの大事なキーワードになるのかなと思います。あの時事ネタだったら核軍縮っていうのはやっぱり IMF の全廃条約なんかからアメリカが抜けてそしてロシアも抜けたというのは今年の2月の話ですから。 だからこれによってあの中距離の実際に使い勝手がいいって言い方するとあれだけど、まあ、実際に飛ばして目標地点に飛ばすには 5000km ぐらいの射程圏内を持っているような中距離のミサイルの方が実際には使いやすいでさらにロシアに配備してあるものはそれでヨーロッパ全域を射程圏内に収めることができるとかということからあの冷戦が終わる前あたりに INF 全廃条約っていうのが実際に当時アメリカ アメリカとソ連の間で結ばれて全部なくしましょうって話になってたのが今年の2月で崩壊です。あですからここからあー生産競争がワッと始まるっていう風に言われていたりはしています。なのでまあそういう意味でね核軍縮あとは核兵器の禁止条約とかまあ、そのあたりもありますのでやはりえ注目のワードになるかなというところまあ1位2位のあたりはね特にということなんでしょう。さて。 はい、経済分野ですこの辺もこんな感じかなもうね昨年は輸入が出てましたので輸出入の数字のデータを聞くものが出てましたうんね今年出さないといつ出すんだろうって感じのがまあ租税関係ということになりますかまあ、国債まで入れるかどうかあれだけどまあ国の歳入っていうことであれば国債まで入れてもいいのかもしれません。あのー 一般会計予算せっかく100兆円超えたしねあの当初の一般会計予算が100兆円を超えるっていう日本史上初めての出来事があ今年度の予算で、えー、起きていますしそれから地域的経済統合のところはやっぱり日本の EPA など EU との EPA などを含め、えー、トピックスは盛りだくさんですね。ももちろろん EU のとところなどもお話題としてはままあ、まあ ことかないものののがあるのでその辺かな高度経済成長期の日本なんだかんだ戦後の経済は出てますからあその意味で、えー、一応高度経済成長期だけあんまり集中的に効くものが出てないっていうのがありますしあの90年代に高度経済成長期の日本っていうのは出てますので、まあ、それを考えるとその辺りは一応注目しといても、えー、良いのではないだろうかってそんな話ではありますね。 だいたいかけた。さて、えー、次です。社会の分野そちらの方に行きましょうか。はい社会の分野えーとね、もうこれも一気に出してしまいましょう。こんな感じかな。 まあ一番今っぽい問題が出てきそうな分野がこの社会分野のところではありますね消費者問題などはしばらく顔は出してなかったけどここ23年でまた出てくるようになってますしあの消費者契約法の全面改正っていうのがあります。これは例えば霊感商商法法ととかかデート商法とか そういったようなものへの規制が新たに盛り込まれたあ全面改正法がすでに動いてますだからこの辺の改正消費者契約法を含めてえ新しい制度って形でまあ、民泊だの水道法改正だの下の方に出てきているようなものなども出てきても悪くはないよねっていうそういう話です民泊だったら これはね実際に許認可が絡んでくるところでもあるので、まあ、そういう意味では行政書士の業務のところに直結する話でもあるわけでその辺も注意は取得必要があるでしょうね、まあ、同じ話では過去よく出てるのが介護保険高齢化社会など含めた介護保険の話それから障害者問題は時事的なワードとしてはやはり 障害者問題これは働き方改革っていうか労働問題に絡めるなら雇用の水増しって問題がありましたしそれから、まあ、以前も2016年ぐらいに出ている共生社会ってね共に生きる社会っていうような観点から見るんであればあ強制不妊制度とかそのあたりの裁判が行われているというようなトピックスもあるわけで障害者問題それから第3位の国際環境問題ね えー、もちろんパリ協定などの温暖化対策もそうでしょうしそれから1つちょっと注目しているのはあの海洋プラスチックごみ問題ですね海洋プラスチックごみ問題はこれはまあ総合問題の中の1個だったら出てきても良いのではないかという時事的な話題です。 えー、海洋プラスチックごみ問題などは結構深刻な話題だったりはしますので、まあ、そのあたりが国際環境問題に出てきてもいいかなあの第2位の働き方改革は例えばですねもちろんハラスメントの問題などもそうそれからもう本当にストレートに残業の規制とかあなんだ勤務間インターバルの話とかそのあたりもそうでしょうね。 あと外国人関係もももここに入ってきてきいいかもしれません去年出てるからどうかなっていうのはあるんだけれどあのここ近年でものすごい頻度で出てるのはやっぱり外国人の問題だったりするので。 まあ、昨年は技能実習生の問題が出てましたがあやはり今年から動き出しているものには特定技能制度というのがありますよね。特定技能1号というので介護とか外食とかあ宿泊関係ですかまず先行で、えー、日本語能力が高い人でというのでまた業務に対する対応力があるかどうかテストをして合格したらあその職場に採用できるというような話でなおかつあの技能実習制度と違うのは こういった特定技能の方はあその待遇があ他の日本の従業員日本人の従業員の方と同じ待遇をしなければいけないというようなところただ通算5年間しかいられないというのと家族は連れてこれないとかねまあその辺りが制度の特色だったりはするんですだからあのこういった労働力の問題のところで外国人の話っていうのは、まあ、出てきても悪くはないだろうということではありますね。だからあ第2のとところはその外国国人絡みであの出入国っていうと 後で行政法でも出てきますがあの入国管理局がくら替えして今年からあの出入国在留管理庁という法務省の外局に変わっているんです。ね。ですのであの出入国在留管理庁の話などはやはりこれ一般知識に出るかうーん行政法の行政組織のところに出てくるか外局の話って本試験大好きですから。 だから法務省の外局にこの出入国在留管理庁っていうのができたんだっていうのはぜひちょっと頭の片隅に留めとどめておいていただくとね良いのではないかってそんな話だと思ってください。まあ、社会の分野の中からね1個でも出てくれるといいなっていうのが今回少しいくつか挙げてみたところで、えーまあね、考えてはいるということになりますか。さて これはもともと多分印刷されてるかな間違えた印刷されてるかなだからそのまま出しちゃいましょうねというのではいえっ、ー、ともう一個かはいこれはもともと出てますねあの一般知識を得て商法会社法にちょっと移りますあの商法総則商行為これはねやっといた方がいい あの商法装束商行為は勉強しといた方がいいです、ださっき、えー、と商法装束商行為じゃなくて会社法絡みで14時間って言ったでしょ、あの14時間を全部ここに突っ込んでもいいと思う。 あのこの分野に突っ込んでちゃんと勉強しといて出たらあそれで、えーね、1問取れるって状態になるのでやっぱり本試験って何が起こるかわからないですから行政法で16問取ろうと思っても何らかの表紙で1個2個落とす危険性は出てくるのはこれはもう否めないですよねどんなに実力がある人でもその時に保険をかける意味でもこの商法総則商行為のところをしっかりやっとくとここは範囲が狭くて1問必ず出てくるっていうそういう分野だったりしますし今からで十分間に合うと思うので。 あの分野が狭いのとそんなに大した話がないんで今から勉強すれば全然間に合うと思います全くやってない人でもだからあのその意味でこの3分野っていうのはおすすめですよあの物品運送契約なんて120年ぶりの改正っていうのが今回行われて施行されてるのでなのであの陸上運送なんです。 陸上運送で高いものを運ぶときの責任がどうかとか危険物を運ぶときの責任がどうかとかそういう話が出てくるのあの模擬試験だ何だでも目にしたことがあると思います物品運送契約はこれは一押しです改正点だしそれから匿名組合あとは第3位のところはね過去にも出てるオーソドックスなテーマからあピックアップしたものということになってきますかはいそれからもし余裕があったら会社法までっていうならねこっち。 余裕があって会社法までこれも印刷されてるよねまあこの辺です、えー、協業非主義務利益相反取引などを含めてこの3位まで3位の設立なんて10年間で7回ぐらい出てますからね。 だからあのもののすすすごい高確率で遭遇する論点の一個だったりしますで2年連続3年連続で出てきたりするので、まあ、昨年出てるから第3位に落としてますけどでもあのやっといて出たらラッキーってそういうような分野になるかな会社法は司法書士の受験生の方とかそういう形でない限りはなかなかそこまで手が回りきらないし全範囲全部勉強しようなんて言ったら多分あの他のところにねかける時間がなくなってしまうっていうのはあると思うんですけれどピンポイントでこの辺の 本店だけでも、拾っておくとものすごく役に立つことがあるのではないか監査等委員会設置会社も改正がらみのところで、えー、改正で施行されてからちょくちょくちょく,しょく本試験に出るようになってきているものだったりしますので、まあ、やっといて損はないかなあの協業非し義務利益相反取引の勉強すると必ず監査等委員会の話が出てくるので。 あのそこで関係するところだけでも、まあ、学んどいていただいても良いのではないかなやるならねこのお3つの分野に限定してやっていただくと会社法に関しては良いかなまあ、余裕がなければ会社法まではあ手が回らなかった特に初めて受ける方だったらそれはしょうがないですしょうがないけど商法総則商行為はやっといた方がいいよということですね。ぜひあの思いい出してててくださいこれ10月にに入っっからやもも全然間に合ううあのもう 突っ込んでやれる分野なので、えー、まあ、集中的に1週間ぐらいバーンと勉強したらそれがそのままあ試験出てくる確率が高いところですからしっかりやっておかれるといいんじゃないかと思いますさて次です今度は憲法に行きましょうこの辺から主要科目ですねはい憲法ですまあまあまあこんな感じじゃないの 出てる出てないのところでもう見ただけでです出出てる出てるないのところで見ただけだけど、まあ、この辺りはしっかり13条関連14条関連労働基本権ね去年生存権出てますけど社会権結構本試験好きだからあそうすると労働基本権全農林軽食法事件なんかもそうだし、えー、三井美媒炭鉱事件とかねあとは広島地方事件とか。 まあそのあたりが主要判例っっててことになってきますかあ公務員に労働基本権は保障されるかどうかとかさでそれ制限される時にどんなあようなキーワードで制限していくのかとかあー、まあ、その辺りをおー、まあ、しっかりと確認しとこう14条関連は近年判例問題も出てはいるんだけれど まあ一通りね目を通しておいていただくと良いだろう特にあの選挙の話なんかも含めてしっかり目を通しておくといいんじゃないかなと思いますし13条関連はこれはもう言うまでもなくーオーソドックスなな新しい人権の話などが出てきますだからまあそのあたり含めてねあの人権関連の主要判例ですかあここ1ヶ月ぐらいでトータルでまあこの3つが特に中心だというだけですけれど。 まあその他例えば外国人の人権共有主体制の話とかあもちろんこの次のスライドに書いてあるけど表現の自由全般というのはこれはもう別枠でちゃんと見とかなきゃいけないというほど重要なテーマではあると思いますから事案と争点と反止というようなところはあの一通り目を通しておくといいですやっぱり、ね、憲法は合否に直結します。 いや憲法がきちんとできているかどうかはあこれはあの択一だけじゃなくて多種選択にも関係してくるしそれから行政法の判例問題でも実は憲法の知識でというものは出てきていますからなのであの憲法をおろそかにするとおこれは痛い目に遭う可能性が高いです。でどうしても直前期だと民法法行政法ばっかりに あの勉強の、ね、シフトがどうしても重きが置かれてしまって、えー、憲法がなかなか手が回らないという状態になってしまう危険性が高いので先ほど言ったけど時間配分的に45、45で30を当てろってそういう話をしてますからある程度、憲法にもちゃんと時間を取る1週間の中で曜日で割り振るならあ1週間の中で必ず1回ぐらいは憲法を勉強する時間というのはきちんと作るということは意識的にやった方がいいかなと思います。 はい、この辺はもう印刷されてるかな、まあ、忘れられる権利なんかはあんまりあの通常のレックのテキストなんかに載ってないものではあるけれど、まああね、忘れられる権利というのでインターネットで Google ググ先生でね Google ググ先生優秀だから一回ねそういうような情報がネット上に載っちゃうともうみんなは忘れてもう2011年の話なのにって。<laughs> もうあのねそういうことはしないようにしようと思って家庭も持って子供もいるのにってそれはまあ2011年の時にはちょっとねちょっと高校生とまあ,まあいろいろあったんだけどまあそれはそれでもうさ勘弁してよみたいなことがまあ実際のこの訴えを起こした方の主張です。まあ、少女回春っていうの そういうもので逮捕されちゃったっていうので、まあ、今はそれがツイッターに出てさ人物が特定されてさあ暇な人がいるからねだからそれ人物を特定してそれがさらにツイッターから削除されてもいつの間にかまとめサイトみたいなところにどんどん載っててまとめサイト1個削除してもらったら魚拓サイトが現れてみたいな話でね延々といたちごっこでずーっと情報消えないなんとか Google の検索システムから全面的に消してくれっていうことを求めた。 アメリカではこういうのを忘れられる権利って言ったりするんですけれどあのこの判例自体はそれはあの特に正面から述べてはいないんだけれど、まあ、テーマとしてはそういうものが問題になりあの発想そのものはノンフィクション逆転事件と似てるのよ理屈の作り方は。だからそういったインターネット上でまだ検索できる状態にしておく必要性とそれからその削除する ね、理由みたいなものをこう比べようって発想なのであのちょうど実名を公表される必要性と実名公表されない利益のバランスを比べようっていうあのノンフィクション逆転事件の利益考量の発想とすごく似て,ます似ているので、まあ、これからこういうものを目にする機会があったらちょっと知っておいていただくと良いっていうような判例ですね、まあ、その他含めて多種選択に向いているものっていうのを挙げておきました。 あのー、7ページかなそのレジュメだと7ページの下のスライドのところにも上がってるけど憲法のののの問題っっててやっぱ表現の自由から出いるものが圧倒的に多いですねなので、まあ、表現の自由に絡んでくるようなもの、まあ、去年は目黒事件だけどあれも結局政治活動の自由だって考えれば表現の自由に関連しなくはないしその前のところを7ページの下のスライドで見ていただいてもまあ ままあ、まあ,あの表現の自由から出ている確率は高いでしょだから直前期やはりこの表現の自由関連の判例をしっかり見ておくっていうのはやっぱこれはとても意義のあるものではないかなそれを先ほど言った事案と争点と反死でしっかりどんなものがあったかなっていうのは一通りテキストを確認し直しておくということ皆さんがお使いのテキストをね一通り確認し直しておくっていうことを一度原点に立ち戻ってやっていただいたら良いのではないかと思います。さて 当地はね山かけてもあんましょうがないんだけどねはい。山かけるより一通り見といた方が早いんじゃないかなって気はしますあの範囲はそんなに広くないので週1回でいいです週1回でいいから毎日読めとは言わない週1回でいいからあ憲法41条から99条までを1回目通すっていう時間はしっかりとっといた方がいいかな週1回ぐらいの方がいいですあのー、毎週日曜日とか決めて だ次の日曜日の頃にはいい感じで忘れてるから、ね、いい感じで忘れてるぐらいがちょうどいいの忘れる前に思い出すんじゃなくてある程度忘れたところでどこがそれでも頭に残ってるのかで本当に忘れちゃうのはどこなのかを見極めるっていう方が実はこの時期はすごく大事です本当に忘れちゃうところ何回やっても忘れちゃうところを最後の1週間で集中的に勉強するという分野としてピックアップしていくっていう。 あの23回やって覚えられるところはそれはまあ忘れないだろうからああいいんだろうけど何回やっても覚えられないところとか何回やっても何だったか分かんなくなるところって結構あるはずですそこがどこなのかを見極めるっていうのはやっぱ週1回ぐらいのチェックが一番いいのではないかなと思います。まああの、ねえー、っと、まあ、渋谷の支店長にも頼まれましたから。 あのそうそう、ちょうどいいですね、えー、憲法の内容を確認するアプリがあるんだとそれを本編の中で言えと言われましたのであのそういうようなあ丸抜チェックのアプリがあったりはしますので詳しくは後で見ていただければいいと思いますけれどね。あの なんだっけバツ足トレーニングっていうそういうようなあのもしかしたらもうあの iPhone ユーザーじゃないとダウンロードができないので私は使ったことはありませんえあの横溝のバツアチェックとか書いてあるんだけど本人が使ったことはないっていうのはあのしょうがないです。私 ずっとななんでで、えー、それはしょうがないですこの最近あの買い替えたらあやっぱりああ iPhone にしようかなと思いながらあの結局そうじゃないものにしてしまいましたのでえ、えー、名もなきどっかの中国のメーカーのースマホにしてしまいましたので、まあ、結果的にあのやっぱり iPhone ユーザーではないので使えないんですけど iPhone 使ってる方だったらアプリはあのおすすめなので、えー、ぜひね利用していただくと良いかなそんなところですね。 えーまあ、これはさっき言った統治でこんなのがあったよねって話ですねさあ,あ先行きましょう行政法ですあの行政法先に言っときますここはね本当に山かけちゃだめですあの山をかけるんじゃないのまあすごくつまんないこと言うけど山をかけるんじゃないの手間をかけるの ねつまんないでしょ。<laughs> あのねそんな冷ややかな反応しなくてもいいじゃない。<laughs> も,うもうちょっともうちょっとなんかああって言ってくれたらよかったなってそんな感じですけどね。まあ無理か。えっ、ー、とまあ、山をかけるな手間をかけろって言うんだけど本当にこう全体をしっかりローラー作戦で確認していくってことをやらないと行政法は多分試験対策にならないです。だから中でもっていうそういうイメージですね。中でもこの行政行為強制手段のところはやはり行政法総論だったらまず 最優先できちんと見ておくべきだそれ以外だとこんな感じ <laughs> まあ行政立法行政調査この辺りはねやはりあの行政立法定期的に出てくるところですから分類法規命令と行政規則とかさ法規命令の中が委任命令と執行命令とかさそういう話やあとどこが作ったら何と呼ばれるのかなんてあったでしょ あの内閣が作ったら政令だとか内閣総理大臣が作ったら内閣不礼だとかあとは省令とか規則とかあるよねとかそのあたりの話あとまあ判例も一応ありますからね委任された命令側の限界とか委任の仕方に問題があるというのは以前本試験でも 教科書検定の話やそれこそ目黒事件なんかも委任の仕方に問題があるっていうそういう法律側の問題がテーマに上がったものもあれば委任した法律の願いと違う感じの省令や政令ができててこれはおかしいじゃないかあのサーベル事件とか。 旧監獄法施行規則120条事件とかねあの児童扶養手当の施行例事件とかさあ医薬品ネット販売の事件とかあ直接請求の署名の代表者の案件とかってありますよね医薬品のネット販売とか旧監獄法施行規則120条事件あたりはこれは前回の試験で出てないので、まあ、そのところも含めしっかり目を通しておくべきかな行政組織法はこれ国家行政組織法ね。 国家行政組織法ですああまあ国家公務員法もそうだけど国家行政組織法でそこで出入国在留管理庁って外局の話が出てくる可能性は当然ありえますね一般知識でもありえるけれどし久しぶりに新しい外局がまたできたのであの出入国在留管理庁の話は行政組織の話としてもちゃんと把握しておく必要があります。あとよくあの外局だっったらっていうのでね あの国土交通省の外局は覚えときなとか内閣府の外局は覚えとけって話はよくしますねだから、まあ、そのあたりも含めて、えー、組織の内容、まあ、あと行政調査かなあの記述っていうんであればこれは冷凍倉庫事件なんかは一つ注目しといてもいいのではないかここのところ卓一多子選択でものすごい出てますので。 あの記述の方に回ってきても不思議ではないでしょうってそんなテーマになるのかなと思います。冷凍倉庫事件と言われるものあの処分の とところののの取り消しし訴訴訟訟それから処分にに基づく国家賠償請求訴訟の関係性を問題にしたものですだから冷凍倉庫事件は割と最近のね、えー、課税処分でもその課税処分で受けた損害の賠償請求をしたいなら課税処分の取り消しというものをする必要はなくていきなり国家賠償請求していいんだっていうあの要はあ取り消し訴訟は肯定力を否定するもので。えそして 国家賠償請求はその処分で受けた損害の賠償を請求するものだから両者は目的が違うので目的に応じて使いたい方やりたい方を使えばいいんだよっていうようなあネタは択一でよく出てくるはずです。 でそれの1個の判例として近年、多種選択で登場したのがこの冷凍倉庫事件といわれるものだったりします、そこ含めてあのこの判例限定ではないけれど、今言ったあ取消訴訟とそれから国家賠償、国家賠償請求するのに、取消訴訟で、えー、取消判決を得ておく必要はないんだっていう、あの話があ記述の問題に出てきても良いのではないかなって、そんなところですね。はい、ど、えー、どんどんききます。手続き法。 もう去年ちょうどこのイベントでですね紹介したのがあ意見公募手続きと行政指導と適用除外だったんですけどあの全部出ちゃったのねあの全部出ちゃったんですよだからあのそうすると今回の場合はやはり、えー、処分絡みで弁明の機会の付与しばらく出ていないんです正面からスポットを当てた感じでは出てないもちろんこれ有名な原則書面例外口頭と言われる パターンの代表例です、えー、行政手続き法だったらあ原則書面例外口頭になるのは弁明の機会の不要だけだとおいうようなところがありますよね。それから弔問の規定が弁明の機会の不要のところどのくらい順用されてるのかなんて話もおこれは2000年代前半に出てます。 だから久しぶりに出てきてもいいんじゃないかなっていうようなリバイバル系のテーマとしては注目しておくべきですね。 あの代理人と工事総達の規定だけが準用されているなんていうのはしっかり覚えとこうねなんて話はよくします。まあ、適用除外のところも含めてですね。去年もあの地方公共団体の機関が関わる場合の適用除外は選択肢単位で出てはいますけれど、まあまあそこも含めて確認されておくといいです。えー、記述のところは出るんだったらこれじゃないっていうのはまあ、改正点でもう卓一多市選択では出し尽くし切った感じの。 もう絞ってもカスも出ない感じの状態まで出し尽くしちゃったので、あと出るなら記述じゃないのっていうことになるのはこの二つかなってそんなところでしょうね。はい、不服審査法です。まあね、こんな感じなのかなっていうところですね。審理手続きはよく出ますから、あこれはもうお本当によく出ますね。あの審、ー、理員が指名された後。 え最初にえ処分庁などから出される書面を何と言いますかとかその辺りの話から始まって最終的に採決が出るまでどんな手続きが進んでいくのかな例えばこの中には口頭意見陳述の話なんかも入ってきますからあのいわゆる原則書面例外口頭のパターンの一つである口頭意見陳述の場合とかあその審理手続きの中は本当論点の宝庫なので。 あのね、標準心理機関なんていうのは標準処理機関と似てるよねとかさ。 ああののの林名簿の作成はどうななってたかなとかと行政手続き法とちょっと比べるような意識も持っておいていただくといいのではないかなってそんなところではありますよね。それこそあの行政法16点アップ道場とか今ちょうどやってますけれどそこを受けてる方だとそんなような視点のお話をその講義の中で、えー、させていただいているのでまあ、あのその辺です、えー、手続き法との比較やそれから手続きの終了ってやっぱ採決絡みのことね。採決,決 一定のところはやっぱり一番よく試験出ますよね えー、そこもオーソドックスなテーマとして第2位に手続きの終了あと忘れてはいけないのは取り下げですか取り下げに関わる処分権主義の話っていうのはとてもおやはり、えー、言葉と内容が一致しないって意味では注意しとかなきゃいけない処分権主義審査請求をやりたい人がやるんだっていうそういうような発想ですねだからやめたくなったらいつでもやめていい取り下げは自由だっていうことがそこからつながって出てくるんだなんて話がありました。再調査の 請求順用関係ね審査請求手続きがどのぐらい巡用されてるかななんていうのは例えば口頭意見陳述の中で審査請求ではあ出てくる話が再調査の請求で出てこないものとかあるんですねあの審理院に審理院の許可を取って質問をするみたいな話は再調査の請求の場合には順応がないとかね あのいくつか細かな話まできちんと押さえておくと再調査の請求に関しては択一問題としてはとても良いのではないかな。まあ、手続きのののの終了の中の1個の義務付け採決は やはり2014年改正の1個の柱ですから記述の方に出てきても悪くはないうん、まあ、この辺は出たことがないですからね行政不服審査法はまだ2006年以来記述の問題で出てきたことはないので何とも言えないけどもし出るんだったらその辺りかなってそんな話ですさて事件訴訟法です。 やはり昨年のこの場所であの客観訴訟というのを挙げてたんですけどあのまあまあ、一問丸々去年客観訴訟出てます、えー、まあ調子に乗って今年は当事者訴訟です、あんまりこう出てないような特に実質的当事者訴訟の方はより注目度が高いかな、形式的当事者訴訟はなんだかんだ言いながらあ卓一、記述で出てきてますので。 うーん当事者訴訟の中でも実質的当事者訴訟などは特に注目されておくといいのではないか訴訟要件のところは、まあね、処分性いらないってわけじゃないんだけれど出てる頻度からしてこっちの2つの方がより重要かなあと、やはりあの競技の訴えの利益なんかだったら開発許可の話であるとかねあのなんだろう新しい判例でまだ試験に出てきてないものがいくつかあるんですね。 まあ原告なんかもそうですだからまあ比較的新しめのここ5年ぐらいで出た最高裁の判決で、えー、本試験でまだ登場してないものがあるのはこの確かに2つなので、まあ、こちらの2つをちょっと優先的にえ判例知識確認するときにはあ見ていただくと良いのではないかそれから取消訴訟の審理のあたりはまあねオーソドックスにあの職権5の問題とかね 職権でできるものがあ試験的に重要なものは5つあるんだなんていうような話はよくあの行政事件訴訟法のお話をするときにはまあしたりはしますねだからあの事件訴訟法の一つの注目ポイントはやはり裁判所権限で条文の中で職権でできるって書いてあるものが どのくらいあるのかっていうのはちゃんと把握しておくってこれとても大事です裏返せばそのところに出てくるもの以外は申し立てがなければ動かないんだっていうような発想につながるところではあるのでやはり職権で裁判所ができるのか例えばあ執行停止の判断を職権でできるのかとか執行停止の決定の取り消しの判断を職権でできるのかやはり不服審査法の場合とちゃんと比べとくとかさ。 っていうようなところは、まあ、基本的な話になるけれど、まあ、そこを含めて、えー、やはり職権でできるものにどんなものがあったかなってこれはちゃんと把握しておくべきなんじゃないかなとは思いますまあこちら記述のところもいくつか条文を挙げときました22条なんていうのはこれはまさに職権でできるものの一つですね第三者の訴訟参加などになりますから職権でできるものの一つ10条1項は去年多種選択に出てるけどね 多種選択に出ているあの事故の法律上の利益に関わらない違法を主張したら棄却されるぞみたいな話ですねあのやはり記述の問題の中で、えー、行政事件訴訟法が出てくるとよく聞かれるのは二つなんですよ一つは何かって言ったらこの判決は棄却ですか却下ですかってそこともう一つはやはり被告は誰ですかっていうところと まあ両方が合わさってくる場合もあるし、どっちか片方の場合も、まあ他にも書くものがあるけど、書くべき要素の中に被告の選択をさせる問題と出す判決が棄却か却下かどっちなのかを判断させる問題というのは、事件訴訟法の過去の記述の問題を見るとものすごい頻度で出てることがよくわかります。だから、まあその意味ではあの従条一項なんかは棄却判決だぞってところを書かせるっていうことができる問題だったりしますから、まあとても問題は。 作りやすいかかなとかねそういうのもありますし仮の救済あたりはもう何だろうね出てきてもいいような感じで出てこない最後の記述としてはもう大物のテーマになってくるんじゃないのかなとは思います卓一だったら釈明処分のが23条の2の「釈明処分の特則」えー、の督促はあ改正絡みで出てない最後の最後の大物条文ですね。ということになっているので釈明処分の督促があ実際どういう意味で督促なのか。 というところはあ2つ特徴があったからそれをしっかり思い出せるようにしておくというのもとても大事だとか、まあ、あの行政法に関して事件訴訟法はやはり、ね、あの4問ぐらいは出てくるあと他支選択なんかでも出てくるこの行政法の中では総論と並んで柱になる科目だったりはしますので、えー、しっかり、えー、もう一度学習し直しておくということは重要だとは思います。さて 最後のテーマが自治法ですか、まあ、国売は,国売はまあ,まあ,あまりもうねここで上げてもあの1条、2条、3条以下みたいな話しかできないのでだからあの今回はスライドからもう削除しましたあの国売は全般的にやっとこうというだけですただ、損失保障そのものは国家賠償法の場合は損失保障そのものは今年はかなり確率は低いかな。 あ去年出てますからね、えー、今年はやはり純粋に国売で2問という可能性の方が高いんじゃないかなとは思いますそうなると余計に1条2条あと3条以下のところというので国売全般の知識を問うようなものが出てくるというふうにしか言いようがないかなで自治法ですはい自治法ですとまあこんなもんでしょうねはい。 はい、地方自治法ベスト3というので挙げてみましたまあまあ公の施設これ出たらラッキーね、あのー、もう公の施設と書いてあったらあ毎回言いますが公の施設と書いてあったら振り仮名は条例と振るっていうのはこれはもうね、えー、頭にしっかり入れとかなきゃいけない根拠は何ですかと言われたら条例ですと。 おいうい一点張りでとりあえずう基本的には突破できますので指定管理者制度なんかも含めてですねあとは関与のところだと最近活躍し始めた国地方係争処理委員会と。 毎回だいたい事業で6、えーね、に役に立たないってずっと言ってきたあ組織だったんですね、えー、だけどここに来て活躍が目立ち始めました非常にいい勧告を次から次へと出すようになってきたっていう意味では存在感がグッと上がったようなところですあの関与絡みですね関与絡みのネタとして国地方競争処理委員会という総務省に置かれる常設の 期間ということになりますけれどまあ、ここの存在というのはちょっと注目ですあの町と議会の関係とか住民監査請求住民訴訟このあたりはねまあまあ,あ住民監査請求住民訴訟はあ1位から3位に入れなかったけども元々あの重要テーマなので、えー、ちゃんと見といてねっていうそういう話になるんでしょう住民監査請求を勉強したら絶対事務監査請求もやることになるから だから直接請求でここ10年出ているのは条例の制定開配請請求求と事務監査請求だけなんですよであの議会の解散とか議員の解職とかそれ以外の、ね、町の解職だ役員の解職だというのは全然出てなかったりはしますで去年、やっぱり条例の問題が出て条例の制定解廃請求絡みは出ているので、まあ、そういう意味では住民監査請求と事務監査請求の比較というのはやはり出てくる頻度が高い論点としてはしっかり押さえておくべきだろうと思います。 あとあの全般的にっていうんであれば地方公共団体の事務ね自治事務と法定受託事務ってあの話はやはりあのどののどののの論論点点ににもも絡絡んんでででくるきますだから自治事務と法定受託事務がどんなものかっていうのはやはりちゃんと理解しておく必要があるし。 最もそのテーマでよく試験出ているのは条例の制定の対象として自治事務、法定、受託事務それぞれ対象になるのか。 法定住宅事務の取り扱いがなんか違うんじゃないかみたいなところを突っついてくる問題はよく出ますね条例の制定に関しては違いはないんですね両方とも基本的に法令に違反しなければ自治事務に関する条例法定住宅事務に関する条例自由に作ってよいっていうそういうことになってるでしょ法定住宅事務だけ法律の委任がなければ条例は作れないとか なんかそうやって法定住宅事務だけ仲間外れにするる問題がよく出てるのねだからこの辺りは例えば別の観点から見ると監査の対象に自治事務法定受託事務はそれぞれどういうふうになってるのかともに原則対象になって例外がそれぞれあるみたいな言い方をしてきますねだからそういったあの自治事務と法定受託事務でそれぞれ取り扱いが同じなのか違うのかどうなってたのかな。 あの関与の法定主義の対象に自治事務法定受託事務はそれぞれなるのかならないのかももちちろんどちらもなるってそういうい話ですあの自治事務に対する関与だったら是正の要求というのが出てくるしあの法定受託事務に対する関与だったら是正の指示とかあそれから法定受託事務で関与が勧告から始まったらこれは大執行だとか。 それから関与のところの裁判所は必ず高等裁判所だとかそういうようなあのキーワードをさっきの国地方係争処理委員会と一緒にちゃんと押さえておくということがやっぱり重要だって話になってくるんでしょう、まあ、出るところは割とオーソドックスなものが出てくるしあの地方自治法に関してありがたいのはあんまり日数要件とか細かな数字要件は近年の試験では問われてないあの聞く方がもう放棄してますねそれは。 一定期間内にとかそういう感じで聞いてきてくれるのでああの直接請求の署名の数まで一定数の署名を集めればよいみたいなのを最初から問題の中に書いてくれるのでえ50分の1も聞かないんだみたいな状態になるものが最近は増えていますかつてに比べるとそういう意味では大枠制度の大枠をちゃんと理解できていれば対応できる問題が増えてきているのは事実です。あの2000年代前半なんて あの罰則の数字を入れ替えて間違,間違えてるか間違えてないか気づけって問題が自治法の中に出てきてそういうのばっかり56問出てるなんて年があった時代もあるのでそれから比べれば今とってもあの楽な感じなんですよだからその意味ではあのぜひこの辺りのテーマなどねしっかり学習されると良いのではないかなはいそんな話です。参考資料で多選択のお話とかかそれから えー、記述のお話などを挙げておきましたこうやってみると記述なんか択一で出たことがあるオーソドックスなテーマ以外出てないんですね、あのー、民法の記述に比べると行政法の記述は比較的、えー、これ全部過去に択一多種選択で出ているテーマからしか出てきてないですあの記述が最初ってテーマないんですよ。 だからその意味でやはり行政法の勉強ということで考えると。 過去に出たあ択一とそれから多種選択の問題でどんなテーマが問われていて、えー、実際に多種選択ならどこが空欄にされてるのかっていうのをもう一回ちゃんとおさらいしとくやはり直前期だからこそ行政法は基本に戻るならまずは過去問ですよ過去問のところで何が問われてるかってことはしっかり、えー、もう一回整理し直しておくってことは、まあ、特に行政法の点数が。 あ模擬試験を受けて卓一19問で12問とか13問でなかなかそこから前に進まないって状態の方は一度それはちゃんとやっとくべきです多分ベースのところがグラ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 してるからそこでなかなか点が伸びてこないんだっていう実情があるはずですあとは模擬試験を受けた時に何をどこでどう間違えているのかちゃんと確認しとくことをね あの選択肢単位で自分があやふやだった選択肢についてはまあこれ140日前の過ごし方の時に言ったから今回は特に正面からは取り上げないけど模擬試験受ける時にはやはりこの選択肢あ,のあやふやだったのかこの問題よく分からなかったのか何かそういうマークはちゃんとつけてでそれで後でその部分がレックの模試だと例えば基礎マークがついてるとか。 あそれから解説講義の中で、えーまああね、公開模試とかだと私がやってますけど解説講義の中であのこれできなかったらもう。 もうなんか、ね、ありえないみたいなことをなんか言ってるような解説がもし展開されてる問題だったらそこはちゃんと見とかなきゃいけないというのはありますよね、まあと、ね、でたまに言われますけどねあんなに言わなくてもいいじゃないかみたいなことをたまに言われることはありますがあれは私じゃないのでよくわかんないですあのスタジオに入ってしゃべってる時はなんかちょっとテンションがクッと上がってますからなんかあらぬことを口走ってですねこんなのができないやつはろくでもないとか何か言ったりすることがあるらしいのでそこはもうあの聞かなかったことにしといてください。 私の私ではないです。あれはね。はい <laughs> とでは先へ行きます。あの民法ですね。最後うん。はい、総則から。だいたいこのテーマでというので、よく最近はお話ししてます。まあ、昨年あの94条類推2項のね。お話とか出てますので。 まあ実は、あなんだかんだこれ今回挙げてみたのは改正が絡んでくるようなテーマで、まあ、あの一応こう絶対勉強ししててそうなテーマを取り上げてみました、あのー、民法の場合、ねえー、っともう絶対できなさそうな問題も出てくるので、まあ、去年の問題もそうですけれどやはり卓一9代でうんもう無理だろうってものとかあと正当率的に。 あの毎回言うんですがレックの過去問題集ウォーク問とかには今年から正答率が載ってますだからもしそれ使ってる方はね解説のとこ見ると数字が書いてあるはずなのあれは適当に入れてるんじゃないですよもちろんねあの本試験の無料成績診断で集まったデータで数字を入れてるんですだから民法の問題の場合はどうしても高く出るんですよ。 うん、やはりあの無料成績診断に出してきていただける方は比較的自信のある方だったりもするだろうしあと、多資格試験の受験生の方があ出されるケースも多いのでやっぱりね司法書士受験生とかあ、まあ、この中にもいらっしゃるかもしれないけれど、えー、もしくはあ司法試験予備試験の受験生とかだったらやはりたくさんできてしまうので正当率が上がっちゃうというのはあるかもしれませんにもかかわらず10何パーセントとか。 そういう正当率の問題があるんですねだそれはもうできてる人を見つける方があ難しいような問題になってきますだからあの改正に絡んでても昨年も条件期限とかそのあたりのところの問題が出てるけどほぼ誰もできてないんですねだったらそんなのは別に、うん、合否には一切関係しないです だからオーソドックスなテーマでやはり改正が絡んでくるというとこのあたりかな錯誤はもう卓一では近年出ちゃってるので出るなら記述でしょうね代理人の権限乱用もちょっと考え方が変わるんです今の判例の考え方が出せるのは今年までです来年以降条文に入って考え方もちょっと変わったりしますからそのあたり考えるとやはり出てきても悪くないのではないだろうか表権代理、無権代理のあたりはオーソドックスなテーマですからねということです。 まあ、あ時効中断消滅事項なんていうのも時効中断はあ今年限りです、えー、来年以降制度の名前が変わったりするということ消滅事項、うん、原則10年というのは今年限りですからあ来年からは原則の数字が変わったりするというところがありますあと消滅事項はいろんなテーマの消滅事項の話をまとめた問題も出せるので。 地域権とか抵当権とかさ他のところの話を全部まとめた総合問題も出せるんでまあその意味でもお注目ですはい物件です物件は平和だね物件は平和ですあのー、改正関係ないんでほとんどほとんど改正関係ないのでオーソドックスなテーマでっていうんであればあ即時取得出てないですからねしばらくね 192条の原則的なものもそうだけれどまあ近年だとそうですね記述に出たかな193条や194条の盗品遺失物の特例の場合どういう人から買ったら194条使うのかなとかあその辺りの使い分けの問題ですねそれから192条だったら平穏公然善意無過失どこまで推定されるのとか。 専有改修はあ、専有改修じゃない専有改定はこれはあ、成立要件として認められるのとかそういったオーソドックスなテーマはしっかり把握しておくと良いでしょう共有は定期的に出てくるんでまあ、その意味でということですまあ、定当権絡み法定地条件、ね、正面から大きく取り上げてっていうのは近年、えー、出てませんので 昨年は当のの及ぶ範囲の問題が出てるんですね不可一体物とか重物とかそういうお話が出てきてるので、まあ、あ法定地条件のところなどがあ取り上げられたもしくは一括競売なんかも含めて取り上げられた問題が出ても良いのではないかあの法定地条件の判断の仕方なんていうのはしっかり、えー、学んでおかれると良いかなと思います。あのー 定当権者が1人しか出てこない場合と2人出てくる場合で、まあ、判断のパターンというのはもう完全にこう公式化できるので、まあ、それをちゃんと把握できてるかどうかあの簡単に言っちゃうと定当権者が1人しか出てこなくてさあ法定値条件成立しますかって言われたらもう設定時の時に要件満たしてるかどうかだけで判断することになりますからそれから2人出てくる場合っていうのはもうこれはルールがあって1人目では要件満たしてないけど2人目で満たしましたってそういう状態なんです。 だから1人目で満たしてなくて2人目で満たしましただったらそれは土地に対する抵当権か建物に対する抵当権かで分けてえ土地だったら今のケースは成立しないってことになるし建物は成立するってことになるしっていうのだけであの結構処理できます今のね公式知ってるだけで8割方の判例答え出ちゃうんですね。だかからあのそれれに外れるものとかあとあ共有関係 土地共有建物共有ってあれも簡単だわね建物共有なら成立するけど土地共有は成立しない以上終わりってあそれであの処理すればいいっていうことなのであのもちろん理屈を一個,一個一個言い出したらあの一つ一つちゃんと説明はできるんだけどあのこの時期に来て一通り勉強してることを前提に公式だけっていうなら今言ったような形で処理していただいて良いんじゃないかなとは思います。まあ、記述ののとこころは、まあ、この辺かな っていうのを挙げといた戦有回収の訴えとかね、そこに書いてある留置権、えー、と同時履行の抗弁の話とか、ああまああとはあ二百八十三条はこれ地益権の時効絡みの話ですね。えー、定当権からは明け渡し猶予制度などをちょっと取り上げてみましたということです。さて次です。はい裁判総論です。 改正が非常に絡んでおりますので、まあ、このあたりでしょうかね、保証はまあまあ、あのー、しばらく出ていないというところもありますし、それから意外と選択債権絡みなどですかね、あのー、もうこれは終わっちゃったんで、レックの公開模試の2回目などで、えー、そういった話が出ていたりもしていたと思います。総裁もしばららく卓一出てませんから まあこの3つですかねあの記述のところに挙がっているもの、履行地帯中の履行不能とかっていうのも、これは条文化される現在、判例の内容ということになりますし、511条と無制限説なんていうのは、あの差し押さえと総裁に関わる重要な判例や重要な条文ですね、このあたりが記述に出てきてもいいかなっていう形で、再建総論を選んでおります。 債権譲渡なんかもね改正で、えー、結構変わるところではあるんだけれどあの近年記述でその債権譲渡禁止特約の話とか出ちゃってますんでねでなんか債権譲渡は択一よりは記述専門の論点みたいな感じで行政書士試験では扱われてるテーマでもあるのでまあその意味でちょっと3位までには債権譲渡を入れることはできなかったです4位ぐらいになるのかなって感じなんですけどねあの連帯債務のところはやっぱり変わるんですよ。 あなんかねよくの連帯債権とか連帯債務とか新しい制度が出てきたりあのそう絶対行が見直されたりするっていうのは、まあ、来年以降、そういう話になっちゃうんですけど連帯債務自体、割と最近出てるんでね択一で、まあ、その意味では改正前にっていうのでもさっさと出してきちゃってるのでここからはあ入ってません第5位までにも入らないかなってそんな感じのテーマだという意識で見ています。 大丈夫かなさて次でで、はい、ですすすはははい論もう売買賃貸借は必必須須だねここは必須です例えば、こんな感じ、えー、他人物売買、貸し担保責任、あと賃借権の譲渡天体かな、そのあたりですね、ちょっとお画面からすると字が小さかったか、こっちだととっても大きく見えるんだけど、あの他人物売買ね、ね画面に頼らずに、じゃあ音で。 音で書き取ってくださいね。あのう、他人物売買。それから、貸疵担保責任。他人物売買と。他人物売買と、瑕担保責任。それから、賃借権の譲渡転貸。賃借権の譲渡転貸です。他人物売買は、やはり。 えーと担保責任って形で出せるのは今年が最後ですから。あのー、よく取り上げるんだけど、担保責任として追及責任を追求していく場合と債務不履行責任で売り主の責任を追求する場合の要件の違いみたいなものはやはりちゃんと把握しておくべきだろう。貸し担保責任もいよいよラストイヤーになりますので、えー、担保責任絡みだと抵当権のね第三取得者の話とかあなんかは。 卓一じゃなくて記述の問題に出ていたりはしてますがオーソドックスな貸し担保責任の話は意外と出てないので、まあ、そのあたりですかね賃借権の譲渡天体はここはあのちゃんと承諾を取った譲渡天体の場合それから無断譲渡天体の場合のお話っていうのは過去にも問題でこれは択一での出題実績もあるようなオーソドックスなテーマですね。昨年は賃貸借は使用貸借と賃貸借の比較っていうのが出てます。 去年ちょうどこの辺に、ね、使用対策とか挙げてたのよ、それがそのまま出ちゃってるので、まあ、その意味ではこ、まあ、今年はそれはさすがにないだろうということなんですね。えー、その代わり今回、はい、第1位、同時履行解除危険負担総務契約の特例ですか、はい、それから、はい、第2位です、土地工作物責任不法行為からのエントリーは717条土地工作物責任かな。 まあ、信じてあげればあとは一般的不法行為のところとかねその基本論点はちゃんとかあカバーしておいた方がいいと思うけどお特殊的不法行為っていうなら土地工作物責任ですかね、まあ、設置保存に可視があったかどうかなど含め うんあんまり例としていいのかどうかはあれだけれど、えー、と台風15号のところなどで言えばあー千葉県でゴルフ練習場の鉄柱が倒れて、えー、周辺の住宅に大きな被害を与えたなんていう案件がありましたあれまさにあの周辺の住民の方がゴルフ練習場の経営者の方に責任追及するとしたらこれですから土地工作物責任って形になると思います。設置保存ににががああったかかかどうかっていうといころがあメインの論点になりあれは所有者だから 無過失責任だっていうそういうところで処理されるあれに占有者がいればね損害の発生を防止する <laughs> 相当な注意を払っていれば免責されるみたいな話が出てくるとかっていうその基本的な構造はちゃんと把握しといてくださいはい受け負い人の担保責任ですとにかく担保責任ラストイヤーなんですねだから受け負いは2011年以来出ておりませんので その意味ではああ注目するべきテーマの一つになるのではないか。はい、記述のあたりはこんな感じです。いくつか条文番号を挙げておきました。ああ五百四十一条離港地帯解除ですか。まあ六百五条と妨害排除請求ってあの賃借人の妨害排除請求ですね。賃借人の妨害排除請求。 605条で対抗要件備えてたら賃借権に基づいて言えるけど対抗要件備えてなかったらいわゆる債権者代位権の転用って形で所有者の妨害排除請求を転用する代意行使するんだなんて話とかあとは702条、まあ、事務管理のところの条文だね、えー、708条不法原因給付でしょ711条一般的不法行為のところのまあ近親者の お医者料請求の話ですか。まあこのあたり見ておけばその周りの論点も確認できるじゃないっていうところがありますね。さてはい家族法です。ここはシンプルにこんな感じか。あの相続が うん例えば遺留文の話とかはさすがに試験には出てこないだろうなというところがありますね。何でかといえばあもう7月1日から少し制度の性質を変えた形の改正法が施行されているので、まあ、それを考えるといくらなんでももう、ね、役割を終えた内容を試験で出してくるとはとても思えないですから。 あの、逆に言えば相続法で改正で変わった。ところで、4月1日の施行じゃないものの。分野については今年の試験ではもう外してくるんだろうな。そうすると、あの3位のところのテーマなんかは改正と関係ないのよ。ほとんど関係ないんです。承認放棄とかあ、大衆相続絡みのところとかってほとんど関係ないので、関係出すなら関係ないところでしょうね。っていうイメージです。あとはあ,、まあ逆に言えば。親族。 親子関係ですね。実施用止、親子関係の話や利益相反行為などっていうのは、まあ、これはともに親子,親子の関係のところで問題になるテーマですので、そっちの方が出しやすいかな。あの遺言いゴで一点改正っていうのは、ああな九百六十八条っていう条文がね、改正の条文なんですよね。九百六十八条って条文で改正法は一応あるんですよ。あの今年の一月十三日に施行された。 あの自筆証書遺言っていう自分であの全ての文章をね手書きで書かなきゃいけないよっていう自筆証書遺言なんだけど添付するまあ財産目録は コピーでも良いいいうそういうそ改正があの行われてますどう頑張っても選択肢1個単位の問題にしかならないので、まあ、一応知っていいたらっていうととうころですあの注意点としては例えば通帳の残高なんかであればコピーしたものでいいしあの登記事項証明書ならそれをコピーしたものを添付すればよいあの紙節約しようと思ってこう、ね、表裏に印刷してるんであればあそれは表と裏書かれてるところには必ず自分で名前書いて反抗すことはしなきゃいけないです。あとはコピー でいいんだけどっていうそういうような自筆証書遺言の添付書類のところに関する改正というのが1点だけ先行で今年の1月13日施行されてますからそこだけが試験範囲に入ってくるっていうすごい中途半端な状態だったりはしますまあ,あの出ないとも限らないから一応ね存在は知っといてください。 はいそして最後はまあ記述で何が出てるかなんていうのをまとめたものを入れておきました割といろいろ出るのねこの辺りはねいろいろ出るんだなっていうのは、まあ、特に赤字になってるのが、あのー、債権関係のところですね債権関係のところがあ比較的やはりよく出てるなっていうのはここ見ていただくとわかるかなとは思います。 まあ去年の問題見てもね出し方で工夫してくるというそういう話になりますかねテーマそのものは比較的オーソドックスなものを昨年は出してきているのかな、まあ、あと2015年ぐらいからだとやはり少し改正を意識した568条やあの2017年の2つなんで完全にもう改正を意識して改正で変わるところを出してきているなんていうのがありますよね。あの実は書面によらない贈与のあたりも改正 改正で少し使う文言が変わることを意識して出してきたのかもしれませんけれど、まあ、その意味であの先ほども言ったように改正に絡むところというのでいくつかあ条文を挙げたりあと1位2位3位に挙げているようなものでもやっぱ改正に絡んでくるテーマを今回はあ多く取り上げて紹介してみました普段勉強しているはずのテーマでここは実は改正に絡むんだってところはあしっかり、えー、直前期改めて、ね、見直しておいていただいたら良いのではないかということですね。さて あとは、はいえー、と最後3つほどおまけでこんな話を入れてあります、まあ、1週間前というのでこれは必ず毎年お話をしてお願いすることではあるんですがあの基本的に160あと4時間あるというような言い方をしたのは11月3日までを想定しています。 だから11月4日から11月10日までの最後の1週間というのはそこは外してるんですねだその外したところで何を勉強したいのかっていうのはやはりここからあ直前期勉強していく中でピックアップしていくべきってことにはなってきますねあの覚えなければいけないことについては例えばさっきの当地の条文でもそうだけど週に1回チェックをした中でどうしても思い出せないようなものどうしても忘れてしまうものやあの問題を解いて間違えるものであれば最後にもう1回確認したいものっていう 何回も同じものを同じように間違えるとかあそういったところの自分の間違いの傾向みたいなものはやはりここからの41日間でしっかり、えー、ピックアップをして最後の1週間でもう1回確認したいことっていうのを選び出していくっていうのはとても大事になってくるかなまあ、そこがまず1週間前に勉強するときに注意してほしいことです。あとは あ最初の黒丸の1個目に上がってるのが「まあ、あの本試験の復活」っていうのはこれはよく言う話ではあるんだけれど、えーとね、過去3年分の過去問を通年で解くっていうのを1回やっとくっていうのがだいたい1週間前ぐらいだといいんじゃないかな通年で要は問題1から問題60までこれを 17 18ですか今年だと20161718、ね、のところで3年分を1週間の中で適当に時間とってやるあのちゃんと勉強していれば結構。 早く解けてししままうかもしれませんあのどのくらいできるかどうかどうでもいいのその問題文のリズムとか自分が解く順番などで解いた時のその感覚をちゃんともう一回取り戻しとくっていうのがとても大事になってきますあの言い方はあれだけどやはりどうしても予備校の問題になれちゃうと予備校の問題の出し方にパッと反応できるような状況に頭があなってしまっててそれは本試験の実際の問題の出し方とか文言の使い方とちょっとずれる場合は当然出てくる はずですだから本試験だとはこういう感じだったんだよなっていうのをもう1回頭の中に復活させるっていうのは直前1週間で一度やっておかれるといいと思いますまあ行政法は最後に確認したいことをピックアップというよりは あのもう1週間前であろうが何であろうが1回1週間前で前半をもう一度1回転させるぐらいの,あのローラー作戦で勉強することがやはり一番妥当なのかなまあね新しいことに手を出さないって出さないよって言われそうですけどあのこれはやはり1週間前は今までやったものを繰り返し見るのが大事なんだよっていうことは改めて確認はしておいてくださいねあんまり新しいものには、まあ、手は出しちゃダメよって話です。はい え前日の調整、うん、毎年言うんですよね、夕飯何食べるかってね、<laughs> あのね例年、チキンカツとかマグロのカツとかそういうことを言ってきましたが、今年は違います。 あの今年は違いますやはりですねあの栄養学的に考えてまず何を食べるかよりもちゃんと寝る3時間前にはご飯を食べろっていう3時間前までにはご飯を食べ終えろっていうことはちょっと意識しておいてくださいこれ前日だけじゃないよ1週間ぐらいの間そういう感じで体調を整えておきましょうってそういう話なんですでそれと同時に、えー、今年のおすすめメニューです。はい 本試験前の日に今年のおすすめメニューとしてぜひ食べていただきたいものがあります。それはでですすね、えー、と豚の生姜焼きです、はい <laughs> 豚の生姜焼きでですす別にふざけてないですこれは一応ちゃんと理由もありますけれど、まあ、あの豚自体やはり疲労回復であるとかそういったところに非常に役に立つ栄養が入っているというのもありますし本試験前にはあのおすすめですただあの揚げ物みたいなものはやはりどうしても胃の消化の負担が大きくなるのでなのでやはり生姜などを入れて消化を促進するということですね。今これご覧にになってている方方方で名古屋の方、ね、名古古屋屋ののねだだけは味噌煮込みうどんにしてください 同じような理由です同じような理由で味噌煮込みうどんはこれは山本屋だったっけあそこの味噌煮込みうどんはおすすめです、まあ、東京の場合は豚の豚の生姜焼きでよろしいんじゃないかなということですね。はい、えー、それから最後、当日のところ、うん、あのー、3つ挙げておきますっ、えー、とー今年から試験場に持ち込めるものがちょっと増えてます。 今までは受験票とか時計とかさ筆記用具だけだったんですねひざ掛けと座布団は、まあ、一応試験監督の許可を取ればというので基本禁止はされないと思いますそこまでは変わってないんだけど今年からですねマスクとかハンカチとかポケットティッシュ持ち込めますですからあのちょっと風邪気味だとか言うならマスクはしてて大丈夫ですしあのハンカチ机の上に置いといて大丈夫になってますそれからポケットティッシュも大丈夫ですあと目薬、点鼻薬も大丈夫。 これはの試験要項を見て、そしたら書いてあるから試験要項に書いてあるのでちゃんと確認しておいてください、あの昨年までだめだったの、だから特に点鼻、まあ、薬とか目薬はあんまり試験中に使う人はよほど事情がない限りないと思うからマスクとハンカチとポケットティッシュは必要に応じ,応じて置いておいて大丈夫だってことはちょっとあの知っておいて、えー、ください、あと意外と時計忘れるから。 あの受験票以外に時計を忘れる人が結構多いのであの普段スマホで時間を見ている方は、ね、腕時計は必ず持っていくようにしてください置き時計、ダメよトラ,トラベルウォッチみたいなものはだめなのであの試験要項によると懐中時計はいいって書いてありましたけど、まあ、とりあえず腕時計です腕時計を必ず持つようにしてくださいそれからあの模擬試験の中でこれはえ自分の失敗パターンを確認するということをちょっと2番目に書いておきましたが。 何て言うんだろうなこう模擬試験の中でね何か正しいものの組み合わせを聞いてるのに間違ってるものの組み合わせを書いてしまうとかマークの場所がずれるとか、あのー、知識ではなくて完全にちょっとしたイージーミスで間違えてるケースが目立つ方今の段階でちゃんとどこかにそれを書き出しといて。 で本試験の当日は必ずそれを見てください自分はこういうミスをしやすいんだってことをしっかり確認して本試験の会場に臨むで要は知識以外でこけることをなるべく避けるっていうのはやはりとても重要になるかと思いますので自分の,そのケアレスミスが一番怖いんでねそこをなくすっていうことを意識していただくと良いのではないかあのもちろん最後本試験では最後まであがきなさいというのは当然の話です16時までねあの当日だって12時半まで勉強できるからね。 あの当日何やってももうだめだなではないですあの特に初めて受ける方はだって、えー、本試験会場の説明に入るのが12時20分とかその辺で12時半ぐらいかなだから、まあ、あの本試験会場のなんか教室の中に入室するまでは勉強できますから。 最後までその単純知識であるとか行政法の条文知識であるとかっていうのは当日でもちゃんと確認はできるはずです。当地の条文だ手続き法事件訴訟法の条文だなんていうのは当日にもう1回確認しとく価値は非常に高いものではないかなと思います。 まあさっきの個人情報のところの定義なんかもそうですよね。単純知識系のものはやはり最後に記憶を更新しといて、それで試験会場に向かうっていうのはとてもお意味のあることなので、最後の最後までしっかり勉強するということ、これはあ意識しといていただくと良いのではないかということなんですね。はい、えー、最後のところにはこんな感じのあのー、メッセージも入れてはおきました。あのー、まあまあ,あなんだろう。 えー、本試験の。 えとまあね、当日に何が試験出てくるかみたいなことは、まあ、はっきり言っちゃえばもう分からない部分が非常に大きいですよねだから、あのーまあ、基本的に先のことをいろいろ考えて勉強するよりはやはり今やらなきゃいけないことにきちんと集中してあの今日毎日、今日ちゃんと積み重ねていかないとその積み重ねが最終的に本試験の日の成果につながるって話になりますから毎回言うんだけどこの最高の準備をしなさいっていう。 あのできるのはもう準備をしっかりやるってことだけなのであの今回取り上げたテーマなどはあその準備をするにあたって優先的に確認するべき内容ですそこを最重点あの論点として、えー、それ以外のテーマも含め自分がやらなきゃいけないなと思ったことをきっちり全部やるあの行政書士試験で受かっている人はそんなに特別な人ではないですから、ね、だからあの普通の人が普通に努力を重ねて合格しているような試験です。 受かってていいいいいいる人ががが特別何か頭がいいとかあ何か運がいいとかかか頭ととと運そういうことは決してないです他の試験に比べても本当に普通の人が合格できる試験なので、えー、それはやはり皆さんもだから合格してるわけです。ちゃんと合格してます。あとはその合格してる状態をきちっと現実のものにするためにあと48日毎日きちんと勉強を積み重ねる。 で今年が最後だと思って受けてくださいあの人生何が起こるかわからない。 来年の今頃また同じように今年と同じように勉強に集中できる環境が整っているかなんて言われてそんなのわからないでしょ周り何が起こるかわからないんだから今年が最後だという意識を持って、えー、日々後悔のないようにしっかり、えー、勉強を続けておいていただいてそして本試験の前の日は豚の生姜焼きを食べるということを忘れずに、えー、過ごしてもらえればなということです。はい、えー、といとうのでで、えー、今回ですね、あのーまあまあ あ駆け足ではありましたがあ残りあと実質48日の過ごし方というので、えー、お話をしてきましたそろそろお時間が来ているようですので、えー、このあたりで終了ということにしたいと思いますぜひ、えー、残り48日しっかり努力を積み重ねてそして合格したよということをですね 毎年言うんですけど、ちゃんと言いに来てください。あの一番嫌なのが窓口で、あの社労士の講座を申し込んでるんです。えどうしたんですか？あの合格したんですみたいな感じのことをそこで知るみたいなね状態が一番嫌なので、ちゃんとあの報告に来ていただければなということです。はいえそれでは今回のあと50日の過ごし方以上で終了にします。じゃあお疲れ様でした。